焼肉大騒ぎ、大騒ぎクレーム事件、現実は全然違うんですよ。空手家入江さんと3人でハモネプ見てただけなんですよ。え、何それ。今リアルに彼女いるんですか。います今の方と付き合いしても一切浮気だしなくなりました。やっぱり話半分としてもな。いや本当ですか。その勝負やります。お互い爆死ですよ。そんな爆せえよ俺何にも。ということでね、はい、もてなしてよ。何してくれるの今回このモテナイスのお話いただいて、はいはい、一応過去の方見たんですよ。はいはいはい。千鶴の村上とか、うんうん、オズワルドの畑中とか、うんうん、まあ、あのサバンナの八木さんも見ましたけど、うん、八木やってた配信してたの全部モザイクが変わってました。あ、本当。よく削除お願いしてんねんけどYouTube 側に YouTube 側になんか、うん、本当は、うん、俺も料理にしようかと思ったんですよ。なるほど。おもてなしってそういうことかなということで、何真剣に陣内さんをもてなそうと思って考えました。何陣内さんのための謎解き作りました。お、ちょっと面白そう。で、陣さん、お前好きやもんな、謎解き。はい。で、あの番組でゲスト出てらっしゃったじゃん。はいはいはい。岡田さんと松丸君の謎解き番組。あれほどのレベルではないんですが、ああ、嬉しい。相当チープなものではあるんですけれども、陣内さんのためを思って、陣内さんに答えてほしい謎解きを作りました。これはだって見てる人も一緒にできるし。はい、あの、難易度的にはそんなに難しくないです。俺でも苦手よ。なのでちょうどいいかなと。俺そういうのやっぱ苦手やなと思ったわ。あ、いいね、はい、正直3日かかりました。え、考えるのに。はい、これ、ね、既存のやつじゃなくて考えてくれた。一から考えました。おお、ちょっと持ってきます。これはなかなかいいモテないっすよ。やってくれたね。これ S1 グランプリ、これね、これはね、皆さん覚えてないと思いますけどね、1000万じゃない、1億なんですよ。1億円かけて、これ覚えて、僕とノンスタイルが戦ったんですよ、最後。S1 はソフトバンク1で、月に1回映像を出して、面白かったら1000万もらえるんですよ。で、僕も1000万もらったんですよ。なあ、これ。何ですか S1。ああ、はい、はい。覚えてる。俺、ジンさんと決勝でしたよね。俺とノンスタイルの決勝で、1億円いかれたのよ、あなたたち。まさか勝つとは。だから、そのせいで俺は大変やったんですから。それで、さっきの、埼玉スーパーアリーナですよ。これで1億取ったことによって、うん、人生で初めてです。あの後にも先にも最初で最後ですけど、この距離で大崎さんがお笑いに使えよってピューって言われます。こんな声でございます。いや、1億目の前でなくなるやつもなかなかやな。さあ、そうか、1億か。人さん、そうですね。さあ、何で問題を。はい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 。お、あの、5問あります。あ、なるほど。シリ85。あー、ちょっと待って。まあ、これもよくある馬道海鎮って言われる、うん、そうね。超天山宮、ここで好きな人。あ、面白いこと考えてくれたね。ちょっと待って。はい、陣内さんにまつわるものが一応答えにはなりますので。シリシリ天寺寺山、え、長崎、尼崎、崎山、え、こっちからこっちですか。あ、あ、山崎、長崎、あ、これですね、尼崎、はい、長崎、山崎、回ってます。お、こうよね。はい、ごろえ、シリから始まる言葉。シリっていうものでシーなんとかになります。ジュン、これはもっと漢字問題という感じ。松潤じゃ、おかしいな。いや、松潤松潤なんて違うな。はい、はい、楽しい。いや、何よりです。よかったです。いや、でも、ま、松路、ま、末広、むずこんなん、かん、パッと見でしょ、簡単やほうでんやろうな。しなんとかってある。しっぽ、はいはい、しっぽ、まつび、ごび、やお、あー、正解です。あー、あー、素晴らしい。あー、あー、すごい。しっぽだ、はい、まつび、ごび、やお。なるべくこういう時4種類読み方が変わる方が難しかったりするんで。じゃあもう、あ、はい、なるほど、ありがとうございます。や、あー、すごい。これは分かりました。これはね、豊かですね。はい、だから、ほう。芳醇とか、豊富とか。豊潤、トヨタでの。はい。で、豊作、豊富。はい。だから、
俺の好きな尾崎豊かになります、はい、なるほど。これでお前どんだけグラビアアイドルと楽しませたの。いやいや、こんな作らない。グラビアの人のために作らないから。めちゃくちゃ大変なんですから。何回このグラビアで越してきたんや。仁さんのためのおもてなしなんて本当にめちゃくちゃ考えましたから。ここ難しいな。あ、でも尾崎って言ったら俺の好きな人って言ったら、はい、あ、豊か。これが1問目。あ、まだ1問目、はい、5問ありますんで。お、ええー、長しんど、はい、陣内さんはなんとかで活躍した。あ、面白いこと言うな。右斜め上、兄外宅、そんなに難しくは。あー、面白いね。これは分かった分かった、はい、右の斜めはこれ、はい、なーだ、はい、これ下やからルーだ、はい、で外側やからそうだ、でこのも、タクのも、ナルトムで活躍した。はい、大正解。おほんま俺のために作ってるやん。そうですよ。嬉しいな。続いて、あ、これ何 SGC 陣内さん、あ、これも、これがこれってこと。はい、これがこれになります。でもここがなんか当てはまる。はい、これはまあここが出ればわかると思います。同じ文字じゃない。はい、同じ文字、同じ文字じゃないです。まあここが、これが出ればここ出ます。 SGC 四角 BD。はい、これも陣内さんはもうすぐ分かると思って作りました。 SGC この並び陣さん絶対見てます。 SGC、 あー、分かった。はい、 T だ。そうです。 T イコール、こういうのいいね、はい、阪神タイガースだ。はい、陣内さんが好きな阪神、スワローズ、ジャイアンツ、カープ、タイガース、ベイスターズ、ドラゴンズ。正解です。いや、いいね。はい、俺も慣れてきたぞ。よかったです。慣れてきた、慣れてきた。これが多分今回で一番難しいかと。井上はパワープロの時、陣内は、はい、これちょっと書くまでです。ゲームになります。どうしたんやろな井上が。まあなんで井上がパワープロになるかを考えてもらえば。そうね、そうね、わかりました。どっちかとしては、はあ、なるほど、わかった、この井上がパワープロだ、はい、ね、で、陣内だから桃鉄だ。そうです。いや、すごいね。はい、陣内さんの解き方で大正解です。いや、お前何すごいな。ラスト、はい、いやいや、あと60問ぐらいしたい。いやいや、大変。これも分かる人もすぐ分かります。これも割と迷路、ベタな迷路ってこと。迷路ではないですね。じゃあこれ、なんかの記号。うん、まあ記号といえば、まあ記号なんですけど、どう見るかというか、もう一生解けないです。そうしたら一生解けない。いや、あの、正しい、あの、正しい、正しいんですけど、今仁さんが何を見てるかっていう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11 が、だから1,2,え、今どこを見てます。1,2,3、黒の方見てますよね。そっち見てると答えたどり着かないんですよ。あだあ、出た、出ました、よかったです。ああ、そう、はい、リミテッドや。はい、ここを見るんか。白のこの空いてる方を見ていただいたら、リミテッドっていうね、僕が3年間ぐらい、はい、あのコンビを組んでた昔の陣内さんにとってリミテッドがあったから今がある。そうです、僕はだってそのすんげーベスト10とかでリミテッドさん時代を見てましたから。
学生の頃。でもまあ正解ではない、リミテッドがあったからこそ今があるんじゃないな。いや悲しい。でこれ本問解いていただいたんで、おうおう、でこれが最終問題になります。え、最終問題？はい。これ難しいな、まあ、これはもう今までのも含めなんで、まずこう今までの答えが入りますので入れてってくださいね。入れてっていい？はい、どっか、こっちからでいい？はい、文字数とかも考えて。はい、そして最初は6文字は尾崎豊しかないんで尾崎豊が入ります。ただ、よく見てください、4文字何個かあるんですよ、答え。ナルトモにちゃんと愛があれば、あ、ここナルトモ入るなっていうのが一つあるはずです。なるほど。桃鉄とナルトモと阪神、同じ4文字が3つあるんですけど、現在 6、 これが意味わからない。並び替えた言葉と答え。ナルトモって番組表記どんな感じでした、じいさん。ナルひらがなで、トモがカタカナで、なんかついてなかったですか？え、携帯に。違う、そんなんじゃないんですよ。あ、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 うわぁ、お前はよう知ってるなぁ。めちゃくちゃ調べましたから。はい、ナルトモはびっくりマークつけての表記なんで、一応ヒントとしてここにナルトモが入るので、びっくりマークを。でもどうなるの、どっちにも持ってつ、阪神どっち、でも阪神の今の状況、現在この収録してる時の状況はどうですかと。最下位ってことは現在、はあ、6位。はい、なあ、そういう風にすんの、あんな、はい、こんなここも桃鉄やになりますよね。だから尾崎豊、桃鉄、リミテッド、ナルトも阪神にして並び替えた、ここでこう読んでください。おもてなしにして並び替えた言葉、これが最後の問題です。おもてなしにして並び替えた言葉が答えになります。え、おもてなしにして、え、何、おもてなしにして並び替えた言葉、はい、おもてなし、あの謎解きのやっぱこの一番あるあると言いますか、もう最初から最後まで全て使って最後の答えを出すっていうのが割とベターというかよくあるやつなので。これだけ見てても答えにはたどり着きませんので。わかった、ましょうか。でもいいですよ、いいことじゃないの今。表なしってどういう風に捉えたの？表がなし、表なし、はい、だから裏に書いてるのかと思った。めちゃくちゃいいとこ行ってますな。もうあと少しです、答えまで。表なしにしてない、表なし、表なしや、はい、そこは合ってます。表なしや、表なしにして並べ、なし、違います。シナ、シナじゃないです。じいさん、今までの問題も全部含めて考えてみて、このここも含めてください。え、何言ってんの。ある違和感が一つございます。違和感、はい、おもてなしに、今のところまで答えめちゃくちゃ合ってます。おもてなしにしてないべきで、おもてをなしにするでしょ。おもてなしにしたら、そこまでは正解します。それだけ見てても解けないです。え、こっちにあれ、なんでこんなこと書いてんねやろうっていう違和感が一個あるはずです。じゃあ面白いことじゃん。こう並べたときに、表なしなしなしにして、こっち側で表なしにしてほしいんですよね。こっち側で表なし、表って書いてますもんね。表って書いてる、はい、あれ表や、あれ表って書いてるのか、表や、あ、なんだこれ、あ、なんだこれ、え、さ、これだけさって書いてあるんです。でも他と違うのこと、裏、え、これは裏って書いてあってさって書いてますよね。でもこれを表なしにしてほしいんですよ。え、表なしにしたいんだろ。表があるということは裏が絶対ありますよね。あるよね。でも今のところこう見えてる残りの4つは表しかないんですよ。表なし、これを表なしにしてほしいんですよね。表、え、どういうこと、表なしにしたろ。もうこれが最後です。ここをひらめいたら答えです。これだったらどっち見せても表が見えてる状態なんで、おうおうおう、これはもう、これも大丈夫ですよね。はい、いった。あ、いやいや、それは俺のせいじゃないです。それは僕のせいじゃない。
大胆に言ってもらっていいです。はい、えなんだこれ、えあこれ綺麗に破ってください。綺麗に破ったら、あ綺麗に破れないなんか二重になってるぞ。これがね、家でやる悲しい難しいところなんですよ。綺麗にちょっと糊の接着が良すぎました。あ、なんかあった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 ぞ。はい、中だけ綺麗に破ってください。本当はこう綺麗に剥がれる予定でした。本当はこの糊の接着の強さ予想外でした。もう ここ破っていいと思います。なるほど、ここ破ってください。なるほど、はいはい。陣で、これで今思ってなしの状態で全部裏になりました。陣内さん、ん、はい、ありがとう。はい、おめでとうございます。おー、すげー、すごいわ、井上。おめでとうございます。いつも日々の感謝を。これは、こいつ、これでやっとるな、井上。やってないやってないです。このままベッドやん、こうなって。そんなことない。なあ、ないんです。敷布団にしてるやん、これ。敷布団にしてません。こんな立派な布団なんだ。これ敷布団にしてるやん。その時代の井上はもう終わったんです。いや、これは素晴らしいわ。ここまであるとは思わんかった、はい、一応だから全部に裏って書いてるんですよ、この文字の方は。なるほど。だから表と表が重なって裏が見えてないという状況やったんで、だから表をなしにする。まあ最後剥がしてもらって文字が出てくるという最後の方法でした。いや、これはやられたな。いや、よかったです。これは素晴らしい。よかった。はい、ということで、おもてなしいろいろされた方には、はい、ゲーミングチェアプレゼントということで、はい、今回はなしです。なんでこんなに頑張ったのに。おもてなしっていうか、ちょうだい、ちょ、ありあり、おもてありでちょうだい。おもてなしっていうか、おもてありでちょうだいよ。おもてなし、うわ、きびー。おもてなし、笑いにストイック差し上げます。いや、これは素晴らしかった。いや、よかったです。この最後のおもてなしをどうやって大謎にするかが一番難しくて、これは今後この企画の時なかなか今度プレッシャーかかるね。いやいや、これ井上のこの回見たらここまでせなあかんねん、止まれる。せっかく、まあ僕ら仁さんね、大阪人だからお世話になってますので、なんかこういう機会でちょっとお返しできたらって。これは素晴らしかった。ちょっと頑張りました。これはいいおもてなし、よかったです。ということで、これゲーミングチェア、どこに置くのよ。お、でもやっぱ YouTube 撮ってる僕の部屋に。それで置いてよ。出して、なんか撮影とか、あのゲーム配信とかもたまにあったりするので。これちょっとぜひ言うといてよ。これだって結構な値段しますよね。結構値段するよ。ありがたいです。いや、ちょっとよかったね。いや、何よりでございます。やられたね、井上に。こういうとこあんねん、こういうとこであるねこいつこういうとこでこう掴んでくるんで。いや、そうか、日頃の感謝です。そう、掴んでそのままもベッドインやん。いや、ベッドインってやめてください。ベッドインするやん。陣内さん、ありがとうって言いながらします。いや、行くわ、井上。ありがとうございました。なんか、久々に、うん、なんかこう、なかなか喋れて楽しかったです。おもてなされたし。ありがとうございました。じゃあ、井上、ほんま行くわ。また。ありがとう。お疲れ様でした。行きましょうか。ありがとうございました。今回、神回だったんで。いやいやいや。もう、陣内さんにはほんとずっとお世話になっておりますので。はい、でもこれやっぱいいですね。ゲームもそうですし、僕家で編集とかもやるんで、編集の時とかこの椅子があると全然疲れの取れ方が違うので、ありがとうございます。いい椅子をいただきました。頑張った甲斐がありました。